釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は静岡県の浜名湖でオキアミを使って釣りをしてきましたので、そちらをご覧ください。餌付けはこのようにですね、丸っとつけるように針先をですね、少し出してですね、硬いところから硬いところに抜くような、そんな付け方をしております。使用している竿は 7.2 メートルのメバル用の竿になります。メバル用の竿は食いつきが良くてですね、適度に魚をいなすことができますので、メバル竿をですね、愛用しております。仕掛けは、重りが全くない状態で、針と餌の重みだけで吹かせながら釣るようにしております。この釣りは、意外と答えが出るのが早いので、餌を取られるか、それか釣れるかの二択になります。たまにですね、根掛かりとかもします。が、よく釣れる釣れ方なので、おすすめしております。大物に対してのですね、仕掛けではありませんが、小さな個体であれば楽々とですね、釣り上げることができます。こういったサイズの数釣りにはもってこいかと思います。釣れてくるのはクロダイ、キビレ、ヘダイの3種が主になります。たまにですけど、ウグイなど釣れる時があります。ハゼも混ざる時があります。ですが、主にクロダイ、キビレ、ヘダイの3種になります。今回も3種いただきました。さあ、潮がですね、止まってた時にだったんですが、動き始めたら急にですね、当たりが頻繁に来るようになりました。かなりですね、餌も取られたり、寝がかったりしたりですね、ハプニングもありましたけども、よく釣れる釣り方なので、皆さんもぜひオキアミを使って手軽に釣れる釣り方だと思いますので、よかったら、この釣り方で釣ってみてはいかがでしょうか。お子さんでも、全く経験のない女性の方でも簡単に始められる釣り方ですので、ぜひ皆さんも浜名湖へ来て、こういったヘダイ、クロダイ、キビレなどを狙ってみてはいかがでしょうか。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。また、チャンネル登録のお済みでない方は、ぜひですね、チャンネル登録していただければと思います。それでは次回も、釣りかな？何かな？ちょっとわかりませんけども、動画でお会いしましょう。それでは、バイバーイ。